夢を語れアクト2頑張るあなたへ。どんなに描いたゴールが遠くても、こんばんは、パーソナリティの元バレーボール女子日本代表竹下芳恵です。そしてこの番組のパートナーは、こんばんは、パーソナリティの西田茂弘です。よろしくお願いします。お願いします。西田さん、今週も素敵なゲストをお呼びしています。はい、宝塚歌劇団星組娘役としてご活躍されたこと、うん、マリエさんです。コットさん、こんばんは。はい、こんばんは。可愛らしい声。可愛い声ですね。こんな声出てるんでしょう、すいません。いや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 、これ別に作ってるわけじゃないですよね。作ってないですね。これ普段もこういう声なんでしょ。あ、そうですね、基本はもう癒しの声です。本当ですか。はい、今ちょっと頑張りすぎて、こんばんははちょっと高かった。いや、でも本当かわいい、素敵なお声されてて。いやいや、ありがとうございます。もうあの、多分話しただけで、はい、周りの皆さんが笑顔になるし、なりますね。周りの皆さんが元気になると思いますよ。はい、いや、あ、でもまあよくそうやって元気になるって言ってくださる方が多いので、うん、はい、やっぱそうですよね。ありがたいですね。もうなんかこの声ずっと聞いていられると思うと、なんかこの時間がすごく幸せだなって思うんですけど。いや、そんな褒めていただけるとは。いやいや、僕ね、思いました、あの、目覚まし時計に声入れてほしい。爽やかに起きれるっていう。そう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 、この声で起こされたらもうすごく寝起きがいいだろうなと思う。そうですか。はい、いや、もうこの後たっぷりお話を聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします。この番組では番組のご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベットの小文字で yume@fm777.co.jp、 夢@fm777.co.jp です。ファックスは 084-920-8765、 920-8765 です。この番組は外国人に特化した人材探しのパートナー、ヨロ、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社、淡路島の豊富な特産品を気軽にお取り寄せ、ワン淡路の提供でお送りします。改めまして、今週のゲストは元宝塚歌劇団星組娘役のことまりえさんです。よろしくお願いします。お願いいたします。あの、よくね、スポーツ選手はね、はい、この番組出ていただくんですけども、はい、宝塚の方に出ていただく、はい、お、初めてですか。はい、ありがとうございます。こちらも緊張してます。いや、なんかでもすごいワクワクするんですよね、いろんなお話がね、聞けると思うと。あの、ことさんは神戸市出身ですよね。はい、はい、そうです。え、そこから宝全部になるきっかけって何だったんですか。はい、きっかけはですね、はい、本当に宝塚のことは全く知らなかったので、はい、ですが、小学6年生の冬休みに母と妹と私と、はい、あと母の同僚の先生のと娘さんとの5人で、昔ですね、宝塚の劇場の横にファミリーランドっていう、はい、はい、ありましたね。はい、そうなんです。遊園地と動物園があったんですけど、はい、そこにスケートをしに行こうってことで、はい、はい、スケートをしに行ったんですけれども、とっても混んでいて、はい、あの、待ちがすごく長かったので、その一緒に行った同僚の方が母の、はい、大の宝塚ファンで、うんうん、だったら当日券で宝塚見たいってなって、ではい、まあ、その時わけも分からず、あの、見たっていう感じですね。その見たのをきっかけにそこを目指そうと思ったんですか。はい、そうですね、見てお芝居とショーがあるんですけれども、はい、間の休憩にやっぱりね、初めて見るのでどうだったってこう聞かれた時に、はい、もう私はあそこの舞台に立つって、立ちたいって言ったんですよね。初めて見て、はい、そうです。あの、まあ、クラシックバレエじゃなくて、こうモダンバレエは、小学校4年生の頃からあの習っていたので、すごい、こんな大きい舞台で毎日1ヶ月できるっていう、うん、すごいっていう。じゃあすごいインパクトだったんですね。いや、もうあの端っこでもいいから立ちたいって思ったんですよね。あ、もうそこから宝塚漬けの
人生になりました。小6で初めて見て、はい、そこからあの入るまでの習い事ってやっぱ増えたんですか？はい、あ、増えましたね。まあ、まず父親に魚塚に入りたいっていうのを自分から報告して、はい、で、まあ、母がじゃあなるためにはどういうレッスンをしたらいいのかとか、はい、もう本当に母親なしでは私はもう宝塚に入れなかったと思います。へー、はい、それぐらい。どんなことするんですか？やはり声楽、歌はやったことがなかったので、うん、声楽だったり、そうですね、まずそういう受験校みたいなところに行ったんだと思います、最初。はい、で結局やめてしまって、最終的に受けるときにはバレエはバレエ、うん、歌は歌で習って受けたんですけど、一番最初はよくある受験校ですよねに、はい、通いました。よくテレビとかでやってますもんね。宝塚入るためにはここみたいなのとかがあるんですけど。ありますね、関西にも何か所かあって、はいはい、そちらにお世話に、はい、なりました、ね。でもそこに行ったからといって絶対なれるわけじゃないんでしょ？違いますね、もう運です、そんなことはないんじゃないですか？いや、ちゃんと実力も伴ってないとね。いや、私より上手な方とか本当に上手な子はいっぱいいたし、うん、入った私たちですらなんで自分たちが入ったかよくわからないです。あの、本当に運だよねって同期でも、それは私の勝手なこうだろうなって思ってることなんですけど、あの、私も1回落ちてるんですね。で、うん、1回目受けた時は一次試験も通らなかったので、はい、で2回目で受かったんですけど、うん、なんでしょうね、やっぱり劇団のバランスというか、その毎年劇団生も辞めていく方が何十人といて、うん、その中で娘役男役のバランスだったりとか、まあ、今ダンスが踊れる子がもっと欲しいってなるとダンスを踊れる子を取ったりとか、そういうことか、巡り合わせがね、そうだ、それが運なのかなって思いますね、だと思いますね。なんか基本的な条件ってあるんですか、はい、音楽学校に入る条件。一応なんか身長制限みたいな、何センチ以上って書いてあったと思うんですけど、全然ちっちゃい子も受かってますし、あるようで、娘役さんも関係なく身長制限があるってことですか？一番下が何センチ以上みたいなのが書いてあった気がしますね。まあ、あまりにちっちゃすぎるとやっぱりまあ子役でしかできないからなのかわからないんですけど、うん、一応、まあ、でもあまり関係ないと思います。まことさんはどんな子供だったんですか？私は本当に笑わない子供でした。あ、本当に暗かったと思いますよ。人前で歌ったり踊ったり、あ、踊るのは好きだったんですけど、はい、人前でやるのが本当に嫌いでした。一人でやるのが好きだったんですよね。あ、見せるためという、じゃいうことではなくて。そうですね、自分で何か踊ったり歌ったりはしてたみたいですけど、母曰く見られると絶対やらなかったって言ってたし、写真見てもほとんど笑ってない。なんか意外ですね。いや、そうそう、もう子供の頃から明るくてかなと思いました。いや、妹の方が太陽ってあだ名がつくぐらい、太陽、本当にあだ名が太陽ってなかなか言えないですよ。そうなんですよ。それぐらい妹はもうどの写真も満面の笑みで笑ってますし、どこ行っても妹の方が可愛がられました。え、じゃあもう それから変わっていくきっかけって、やっぱりその宝塚を目指す。そうです、本当に宝塚を目指すってなってから、こう、なんでしょうね、人と比べるってことはもちろん今までもこう入るまでなかったんですけど、うん、なのでもうなりたい一心ですよね、入るまでは。すごく努力しましたか？しました。多分人生で一番、特に最後 1回落ちてからの1年間っていうのは、はい、多分本当に死ぬ気でというか、うん、命かけて頑張った記憶があります。でも夢をね、うん、実現させるんだという強い気持ちがあったからですよね、はい、頑張れたのは。あとはやはり最後の本当に受かる数ヶ月前に、うん、こう阪神淡路大震災があったので、お稽古に行けない時期があったんですね。
もう電車も止まってしまって学校も休みになったりとかでなんですけど、それがあったからこそこうバレエにこうバスを乗り継いで学校が終わったら2時間以上かけて行ったかな、2、3時間ですかねかけてバレエに、声楽も泊まり込みで先生のお家に泊まらせてもらって、うん、まあ、帰ってこれないのでこう行ったり来たりが難しかったので、そうですね、まあ、でも本当になので周りの方のご協力というか、ね、声楽の先生も泊まり、ね、泊まって教えてもらったりしてたので、まあ、そこは頑張りましたね、本当に。まあ、それを神様が見ててくださったのかなっていうのは思いますし、やはり本当に私だけじゃなくて周りの方がいなかったら受かってないなっていう、本当に特に母親には本当にもう感謝しかないぐらい、そういう皆さんへのこう感謝の気持ちもにも応えたいっていうのもやっぱあって頑張ったわけですもんね。いやもうそうです ね、なので入った時は本当に母も私以上に喜んでたと思います。はい、ちょっとまだまだたくさんお話を聞きたいんですけど、はい、ここでコトさんのお気に入りの一曲を紹介したいと思います。はい、スーパーフライのビューティフル、はい、この曲はどんな思い出があるんですか？これはですね、最初知らなかったんですけど、はい、主人がライブで歌ったらって言って、はい、教えてくれて聞いて、わーなんて素敵なって、でも歌詞も本当にいい歌詞ですし、こう、はい、メロディーも本当に元気になる曲だなっていうので、はい、今ずっと聞いてます。今あの主人という話で、ご主人さんは、はい、紹介、はい、はい、紹介です、はい、あ、元広島東洋カープの、はい、今井圭介、投手をしておりました、ね、はい、これを歌ってみなよっていう、そういうご主人さんからの一言で出会った曲そうですね、いつもね、そうなんですよ、ご主人が言ってくれる曲ってとってもよくって、ライブで歌うととても好評なんですよね、はい、なるほど。それではね、お聞きいただきましょう。スーパーフライでビューティフル。人材派遣のヨーロ、外国人ならヨーロ、仕事を探しはヨーロ、みんなを結ぶぜヨーロ、 YOLO ヨーロ、 YOLO ヨーロ、ヨーロをよろしくヨーロ、 YOLO 福山ヨーロで検索。知ってる？淡路にはうまいもん行さんあるで。玉ねぎだけとちゃうねん。淡路ビーフやハモに赤ウニ、せや言うてくれたら家までなんぼでも送ったんで。まあお取り寄せっちゅうやつやな。ワン淡路で検索してみてや。ほな。創業以来50年間、マルケン食品株式会社は世界の漁場から日本の食卓へ、プロの目で厳選された良質の魚介たちをお届けしています。高いレベルの衛生管理で安全安心、マルケン食品株式会社。今週は元宝塚歌劇団星組娘役の琴真理恵さんにお話を伺っています。とっさん、本当にこうね、受験から入るまでね、はい、たくさん苦労したと思うんですけど、はい、こう入学してなんか驚いたことってありましたか？特にはないですね。もう本当に好きで、結構そのお掃除よくあるじゃないですか、はい、職が1年目厳しいっていうの、はいはい、あの直角に曲がったりとかやってましたよなんですけど、それすらも憧れていたのでそれすらもそうか、だからそれがもう憧れすぎてて普通なわけですよね。そうです。なんかどんなスターさんもそれをやってきたかと思うと、うん、もうそれすらもすごい、なんか私できてるっていうか、なんていうんですかね、それを乗り越えたら舞台に立てるっていう、なんでしょう、未来に目が向いてるので、うん、今のその辛いことだったり、確かに本当に眠かったですし、あのバーレッスンとか、あとなんでしょう、モダンバレーとかって床でこう寝っ転がって、うん、あのやるエクササイズとかあるんですけど、はい、起き上がってこない子が何人もいるぐらい寝ちゃってるってこと寝ちゃってるんですよねもうやっぱ朝早くから掃除
するので。それだけ体力的にも大変だったんですね。そうですね、夜もちょっとやっぱり寮とかだとすぐに寝れなかったりとか、いろいろね、こう言えないこともたくさんあって、まあまあいろいろね、なので本当に起き上がってこない子とか、もうバー持ったまま寝ちゃってる子とかいましたね。そういう授業って他にはどんなことをされるんですか？はい、私もバレエ、ジャズ、ジャズと、あと演劇、声楽、あと声楽の、その勉強もしてました。なんか一応授業みたいなものもあって、あと日舞と、あとおことと三味線とピアノはそれぞれ選択というか3つに分かれていて、私はピアノだったんですけども、ピアノの授業もあったりとかですかね。間が10分だったかな、10分しかないのに、そのバレエ終わったらレオタードから次日舞だと着物に着替えないといけなくって、早変わりですね。ハードですよ。そうですね、なのでずっと動いてることが多いので、まあでも若いだったですね、みんな。若いからできた。若いからできましたね。いやでもそういうことをやっぱり入学する前から皆さんやられてるんですよね。はい、でもやってない子もいましたね、同期で。何もやったことなくって、本当にその子が光ってたから合格してる子もいました。まあ、ただやっぱり入ると本当に初めてなことだらけで、やっぱりやってた方がいいかなとは思うんですけど。でもそんだけね、一日いろんなことして忙しかったり、はい、もう夜でもすぐ寝たいみたいな感じになるわけじゃないですか。そうですね。そしたらどうなんですか、例えば同期の仲間とかとこう仲良くしたりとか、はい、あとなんかちょっと楽しい話をしたりとか、はい、そういうことってそういうことする時間すらなかったんじゃないです？そうですね、寮は授業が終わって帰ったら、一応夜お話し合いの部屋っていうのがあって、まあ、お話し合いの部屋でみんなで今日あったことを話し合ったりとか。いいですね、お話し合いの部屋。はい、寮生だけ集まって、今日私こういう失敗しちゃいましたとか、なんでしょうね、まあ、そういうところで絆っていうのは本当にできますね。で、一人の失敗は全員の失敗になるので。はい、でそこでやっぱり結束というか、同期のためにも失敗しないようにっていうことですかね、ここっていうよりかは。その同期の絆っていうのは強くなりますよね。はい、強くなります ね、あのどの世界もそうですよね。そうですね。何名ぐらいいらっしゃったんですか？私は舞台、初舞台に立ってからは13年いたので、まあ、音楽学校2年で合計15年間お世話になりました。その同期の方たちが何人ぐらいいらっしゃったのかなと思って、はい、入学40人いまして、はい、で私の日はちゃんと40人で卒業して、初舞台も40人で踏めたので、はい、誰一人欠けることはなくて。じゃあ他の学年は辞めていく方もいらっしゃるってこと？音楽学校の間にもう辞めちゃう子ももったいないですよね。そうですね、そうなんですよ。やっぱちょっと耐えられなくなってっていうことなんでしょうけどね。そうですね、やっぱりなのでその辛さすらも憧れるぐらい好きだと。そうか、そういうことですよ ね、 そうですよね。直角の礼もやっぱりね、憧れ、いや憧れてました。すごい、うん、でもたった1年なので本当に一瞬でしたけど。いやでもこう一番これは辛かったなみたいなのはあるんですか？それは劇団でとかですか？音楽学校、音楽学校の方で。音楽学校では、いやー楽しかった。すごい。あ、ただ本当に眠かったので、みんな制服着て寝てました。もう睡眠が一番だったっていうことですね。3時間ぐらいしか多分寝ていなくて。3時間すごい。そうなんです。で朝絶対に寝坊できないので、お風呂上がってる、お風呂上がりなのに明日の髪の毛をジェルめちゃくちゃつけて、明日の髪型と制服着て寝てました。すごい。だからもう1分でも寝ようみたいなね。そう、起きたらすぐ行けるように。それもでも辛いことではないっていうね。辛くないですね、もう笑い話ですね、同期の中では。
今考えたらありえないですよね。お風呂上がってからまたジルつけて、で制服着て寝るっていうね。はい、それで制服着て寝るっていう、どんなしわくちゃで行ってたのかなって思います。なんかこう、なんかテレビで見たりすると、あ、辛そうだなって感じるんですけど、琴さんの話聞いてると辛くないっていうのがちょっと意外なんですけど、それぐらい入りたかったんですよね。その宝塚歌劇団に入団するっていう、はい、その方法ってどういう感じなんですか？入団はもう音楽学校に入って、はい、ちゃんと学校を卒業できれば、はい、必ず舞台には立てます。やっぱ入団してからはなんかやっぱり今までとは違うんですか？はい、入団してからは各組にこう振り分けられて、うん、まあ、それぞれの組でみんな頑張るんですけど、うん、私の時は8年目までは、うん、阪急の社員として、はい、あの社員なんですよみんな。あ、そうなんですか？はい、そうなんです。阪急電鉄の社員なので、はい、私の時はそう8年目まで、あ、7年目までか、7年目までで、8年目からはよくプロ野球でもある契約になります。1年契約になって。へー、知らなかった、はい、あ、そうなんです。言っちゃダメなのかな、わかんない。でも言ってる、みんな言ってるから大丈夫だと思うんですけど、大丈夫、大丈夫。はい、そう、契約に。ただその今は7年より早くなったっていう噂は聞いてるんですけど、はっきりとしたことはちょっと、はい、わからないんですけど、8年目からはもう新人公演っていう、はい、こう大劇場、大きい箱の時にこう1日だけ上級生の役をできるっていう公演があるんですよ。若手の、まあ、登竜門といいますか、うんうん、若手の7年目までで本公演をそのままさせていただくっていう1回きりの、はい、公演があるんですけど、それが7年目までで、一応新人っていう枠になるので、はい、7年目までが新人っていう枠なんですか？はい、そうなんです。新人公演に出演できるのが7年目までで、8年目からはもう新人公演っていうのはなくて、はい、本公演の自分の役のみになるんですけど、まあ、そこからまあ契約っていう、まあ、上級生になったっていう証ですかね。はい、なんかちょっともう食いついて話を聞いてしまうんですけど、ちょっとね時間が迫ってまして、ね、はい、はい、来週もね、あの宝塚歌劇団のお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた来週。この番組は外国人に特化した人材探しのパートナーヨロ、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社、淡路島の豊富な特産品を気軽にお取り寄せ、ワン淡路の提供でお送りしました。